ベイスターズの牧、2年目ですけど、はい、打ちままくってますよねいいですね、里崎さんから見て、彼の魅力、どういうところにありますかそれはもう、ライトにホームラン簡単に打てるところじゃないですか、あの佐々木朗希からもそうでしたしね、うん、まあ右にしっかり打てるんで、そういったところはやっぱり打率を残すためには、やっぱり広角に打たなきゃいけないんで、反対方向にもしっかり打てるっていうところは強みですよね逆に里崎さんなら、どう彼、リードして攻めてみたいですか。 えそれデータがいるんでわかんないですよ <laughs>、はあ。でも彼、<laughs> 弱点が見つからないですよ。いやいや、あるっすよ。調べりゃ。<laughs> 今まで僕の経験上、なかった人なんていないです。それが多いか少ないかはありますけど、なかった人はいないです。でもまあ、インコースはもうガンガン行かないといけないですよね。だってアウトコース一遍っぺっうじゃ打たれるじゃないですか。だからインコース行く見極めは必要ですよね。いや、ジャパン入るんじゃないかっていうぐらい打ってるからんだから。 どこ守るかっすよねだからいわば山田菊池がいるわけですよ、セカンドには。だからもう攻撃の山田、ディフェンスの菊池っていうね、ところを、だからいわば、まあまあ、今の状況だと、内野でいえばエントリーされてくるのが岡本・村上ですね。で、牧、まあ、牧、のけたらですよ。牧のけての話言うと、岡本・村上、で山田菊地・菊池、坂本、源田、で浅村。 ここら辺は確実はその中で中野とかっていうところが、まあ、どこまで出てくるのかっていうところだと思うんですよ。多分12球団の中で、あとは、まあ、あとは多分そんなそこに割り込んでくるような選手は、いい選手はいますけど、多分いないですね。で、この中で、じゃあ、牧を入れた時にどうしますかっていうところですね。だから、それより勝たなきゃいけないんです,すごい選手ですけど、あとはその監督が誰を選ぶかですね。で、 東京オリンピックで打ちまくって山田、国際大会が強いしな、やっぱ入れときたいよな。やっぱ国際大会一発勝負、あのディフェンス力の菊池、一発もある、前回2017年、あのー、準決勝で唯一のホームランで1点取った菊池のバッティングからの守備、いやいやいや、小技もできるし入れときたいよな。って言ったら、もうセ,セカンド、でファースト。 村上はもう日本の4番やろいや、岡本も2年連続ホームランを打点王いや、浅村もど,どこも守れるし、勝負強いよな。マーキ誰が外さなきゃいけないですからね。